やっぱ女の子は女の子か。アポトキシン4869。あなたと一緒よ。私も飲んだのよ。神秘的な毒薬をね。灰原、お前まさか。灰原じゃないよ、シェリー。じゃあお前はあの黒ずくめの男たちの仲間。ノロマネ探偵、私と同じ状況に陥ったあなたならきっと私のことを理解してくれると思ったから。ふざけんな。作ってたやつをどう理解しろってんだ。勝ってんのかてめえ。お前が作った毒薬のせいで一体何人の人間が。仕方ないじゃない、毒なんて作ってるつもりなかったもの。江戸川コナン、ほらこの前話したメガネの男の子よ。いい加減薬なんか作ってないで恋人の一人でも作りなさいよ。お姉ちゃんは大丈夫だから。ほら早くお前も。どうしてどうしてお姉ちゃん助けてくれなかったの。お姉ちゃんまだわからないの。あの10億円強奪犯の広田雅美って小さな探偵さん。あの人が君の姉さんだったのか。あなたほどの推理力があればお姉ちゃんのことぐらい簡単に見抜けたはずじゃない。なのにどうしてよ。震えるような彼女の涙声が俺の脳裏に蘇らせてくれた。彼女が俺に初めて見せる素顔だったのかもしれない。